聖母現像行事の話の続きはまた来月したいと思います。今日はこの間、ヨアナさんが英語でやった聖母現像随聞記の 1-6 を、まあ、ヨアナさんの話の前半しか聞いてないんですけれども、今度は、まあ、せっかくなので日本語でもちょっと復習したいと思います。岩波文庫版ではこの本では21ページの4行目からです。1-6。ある時情を問うていわくいかなるかこれ不昧因果体の道理という、まあ永常禅師からの、問いからいきなり始まってます。永常禅師は言うまでもなくこの聖母現像随聞記を書いた人で、道元禅師の、まあ、一番弟子のような人物です。道元禅師は自らたくさん書物残してますけれども聖母現像随聞記は、まあ、道元禅師は自分で書いたんじゃなくて、まあ、安泰寺で言えばティーミーティングのような席で発言したり、ちょっとした説法の中から永常禅師が自分の、まあ、心に残ったものを自分の時間を使って、残してくれた、そういう書物で、まあ、安泰寺は5日ごと、輪廻という形で読んでいるので皆さん分かっているけれども、まあ、非常に分かりやすい話もあれば、今回のようになかなかわからないところもある。多分、随聞記の中でも、この1-6が一番難しいじゃないかと思うんですね。で、ここは珍しく、永常禅師が自ら発言しているんですね。永常禅師がご自身で道元禅師に問答をかけて、自分が疑問に思ったことをもうしつこく、本当にしつこく、最後までどうなっているんだと、これはどういう意味なのと問いているんですね。で、いきなりこの不昧因果という言葉から出てくるんですね。で、それはまあ、おそらく当時の道元禅師とか永常禅師の周りに行った人たちにとってはまあ常識だったんだろうけれども、これは釈上夜行という公案に出てくる言葉です。釈上はまあ有名な中国のお坊さんで、バソ同一の弟子で、釈上の弟子には大漠禅師がいて、孫弟子は臨済禅師だから、日本の大漠宗臨済宗はこの釈上禅師の伝統を日本に伝えているんです。あっちにかかっている一日なさざれば一日食わざるというのも釈上の有名な言葉です。おじいちゃんになってもう働けなくなった時に弟子たちが心配して、師匠の道具を隠した、もう寒しなくてもいいようにと、ゆっくり部屋で勉強したり、そうできるように道具を隠したら、その日から釈上禅師がハンストを起こして何も食べなかった。弟子たちはなんで師匠がもう食事を食べないんだろうと心配して聞いたら、まあ一日なさされば一日食わざるという有名な言葉が釈上禅師の口から出た。で、それを聞いた弟子たちはまた道具を返して、次の日から釈上禅師が一緒に働いて一緒に食べたという話が
あります。で、まあ、その解釈としてよく言われるのは、働かざる者は食うべからずと、働いた分だけ食べる権利があるというふうに解釈されますけれども、私はむしろその逆じゃないかと思うんですね。働いた分だけ食べる権利があるんじゃなくて、一日働かせていただいている、また毎日毎日その日の食べるものも食べさせていただいている、一日3度の食事を食べさせていただいている、その日の分だけ仕事をさせていただいている、このさ食べさせていただいている食事も働かせていただいているサムも、どちらも、まあ、贈り物、自分への贈り物だと、天地からの贈り物として仕事をさせていただき、天地からの贈り物として食べ物を食べさせていただいている。まあ、あんたたちは自給自足というけれども、自分たちがやっているのは、せいぜい春に種をまいて、秋にちょっと収穫しているだけで、他は全部天地がやって仕事をやってくれている。普通はそれを、まあ、忘れてて、自給自足だ、自給自足だと、自分の力でやっているつもりだけれども、天地から食べさせていただいている。そしてちょっとだけ、その天地の働きの手伝いをさせていただく。意味で種も任せていただいている、秋には収穫させていただいている。ですから、働かなければ食べる権利はないんじゃなくて、人に仕事をさせてさせないということは、まあ、非常にひどい残酷なことであると。私に仕事をさせてくれないというのは、私に食事を与えないようなものだと、私にも存分働かせてくれという、まあ、そういう意味で、あの一日なささればば、一日食わざると言われたんじゃないかと思うんです。で、まあ、今日は、その話じゃなくて、ヤコの話、ヤワの腹の野という字に狐という字ですね。ヤコゼンという言葉がありますけれども、ヤコゼンというのは自分の勝手な解釈で善をやる、そういう人の善をヤコゼンというんですね。師匠に最初からつかない人とか、師匠についてても師匠の言うことは聞かない、自分の意見とマッチした時だけは意見、師匠の言うことを聞くけれども、いや、それは違うんだと思った時には、自分が思った通りにやる。まあ、安泰寺にはそういう人が結構いると思うけれども、それを夜行禅という、決していいことじゃないとされている。で、この話、この公案はどういう公案かというと、まあ、作り話だろうけれども、百条禅師が、住職していたお寺で、まあ、毎月毎月提唱をなさったと。で、雲水はもちろんのこと、あの外からよそからも在家の人が聞きに来たと。毎回毎回一番後ろに、あの、まあ、おじいちゃんが来てたと。で、ある時話がもう終わって、みんなが帰った後におじいちゃんだけが、残って、で、百条禅師は、お前は一体誰なんだと、どこから来たのと、聞くと、そのおじいちゃんは実は人間じゃないんだと、人間の形しているんだけれども、実は化けた狐なんだと。で、その狐に化けた訳を話すわけですけれども、実は私は大昔にこのお寺の住職をやってたんだと、そのおじいちゃんが言う。大昔にはこの、お寺の住職をやったその時に、ある人から大修行、まあ、大いなる修行を積んだ人ならば、本当に、まあ、徹
定して修行して、悟った人ならば因果に落ちるかどうか、ここに出てくる、まあ、因果という言葉ですけれども、まあ、日本語では縁起とか因縁だとかいろんな言葉ありますけれども、仏教ではまあ因、原因があって縁に触れて果が出る、結果が出ると昔から言われている。で、例えとして使われるのは、まあ、春に種をまいたらそれが因、原因で、土があって適切な、雨が降って太陽が当たるというのは縁、そういう他の条件も加われば秋に収穫できる野菜、それは果、結果。私たちの人生においても昨日やったことを今日続けたら明日結果が出る。まあ、去年の末頃に今年の冬はこれを勉強しようと決めて準備しておいたものは、今のうちに本当に熱心に勉強したら3月にはちゃんとしたリポートも書けるんだろうというのが、まあ、因果の話。英語で言えば、例えばカルマという言葉は、欧米人、仏教の中でよく知っているカルマ、カルマ、みんな、一般人もよく知っているけれども、まあ、要するにカルマです。過去、現在、未来がつながっている。昨日の行為は今日にも影響を及ぼす。今日やったことは明日に影響を及ぼす。で、なかなか自分の癖をやめられないというのがカルマのせいだと。どんなに、例えば勉強で言えば、もう今年の冬はこれを勉強します。50ページどころ100ページぐらいはこれについて絶対に書くと決めたのに、まあ、いざ冬のこの期間に入ると YouTube ばっかり見てると、本人もそれ気になるけど、まあ明日からやればいいと。で、次の日になったらどうなるかというと、次の日もまた YouTube を見てる。それが要するにカルマだと。今日始まらないと、それこそ今なさざればいずれの時をかまたんという、まあ、天祖の今日やらなければ変わらない。でもなかなかそういう志が起こらない。なぜかというと、昨日までのカルマがあるわけだから、それがブレーキを自分にかけてしまっている。だからボンプはなかなかこのカルマから抜け出すことはできない。だからこの問いの意味は、ボンプはカルマから抜け出せない、このなかなか抜け出せにくいカルマから修行した人も、修行した人ならば、抜け出せるんだろうかと。それとも修行した人でもやっぱりカルマに支配されるんだろうかと。そういう問いですね。因果に落ちるか落ちないか。というその問いに、キツネになる前のおじいちゃん、要するにまだお寺の住職だったおじいちゃんが、その時落ちないんだと答えたらしい。修行した人はカルマには支配されないんだぞ。凡夫ならは支配されるけれども、修行した人ならば、大修行した人ならば、因果には支配されない。で、その結果として狐に生まれ変わったという話。しかも500回ずっと、だから1回そういうふうに答えたら、それ以降500回も狐に生まれ変わって今日に至っている。それで今日は釈上、あなたの話を聞きに来て、何とかして私を、
この狐というあり方から解放させてもらえないかと、そう思ってあなたのところに来ましたと。だからぜひ聞きたい。修行した者、悟りを開いた者は、カルマから自由になるだろうか、それともやっぱりカルマに縛られるまんまなんだろうかという、そういうふうに聞いたんですね、百条禅師。で、百条禅師がどう答えたかというと、ここに出てくる不昧因果、不昧因果と答えたら、その化けた狐は、あ、そうだったかと、うなずいて消えた。で、その話を百条禅師は ある日みんなの前にした。実はこういうことがありましたよと。で、その狐はどうなったかというと、みんなを連れて裏山に連れて、ほら、そこに狐の死骸があるんじゃないかと。あれは昨日までのじいちゃんだったという、まあそういう話。要するに、大いに修行したはずの昔のお寺の住職が、私のような修行した人たち、私のような修行をした人ならば、もはやカルマに縛られることはない、もう下脱したわけだから。ところが、その結果として狐になった。でも百条禅師は不昧因果と言ったら成仏できたという、そういう話に、まあ、まず聞こえてしまう。で、そうなると、この不昧因果ってそもそもどういう意味なんだろうという、カルマに落ちるか落ちないか、そこはまあなんとなくわかると思う。私たちは普段はカルマに支配されているから、その、意味がよくわかる。カルマにもはや落ちないとはどういうあり方かというと、まあもう自由である。物事に動かされない、昨日までの自分の煩悩にもはや支配されない、それは明日も明後日以降も変わらない。自分はもう自分の欲望、煩悩に支配されることはない。だから、まあ、逆に言えば何をやってもいいんだという、私はもう悟っているんだから何やってもいいんだと。例えば、まあ、最近の日本で言えば、最近といっても20年前の話だけど、でもオウム事件が起きて、麻原彰晃などはもう下脱していったと。だから普通の人が殺人したらとんでもないことなんだけれども、オウムがやるとポアである。オウムが人を殺すと決して悪いことじゃない、逆にその人を成仏させてあげているわけだから、相手にとっていいことなんだと。普通の人がやったらできない、それは悟っているからこそ相手をより良い輪廻転生をさせてあげることができる。この世において邪魔なものを殺して、より良い存在に生まれ変わらせるという。まあ、この狐になったおじいちゃんはそこまでは考えてなかったんだろうけれども、とにかく自分にはもうこのカルマの法則が当てはまらないという。じゃあ、不昧因果は何だったかと。おじいちゃんが言ったことはとんでもない間違いだったけれども、百条禅師は正解を教えてくれたという。不昧因果はどういう意味？この不昧因果の昧は三昧の昧。で、意味はどうやら、眩む、よく見えない、ぼんやりしている。この三昧という言葉は、まあ、インドのサマーディをそのまま翻訳したわけだから、この三つという字も昧という字も特に意味があったわけじゃないはずだけれども、
サマーディに入っている人、ザンマイに入っている人、いろんな意味でザンマイに入っているという人はいると思うんだけど、もよく、まあ、安泰寺で座禅好きで、ザンマイだ、ザンマイだという人を見ていると、本人はザンマイに入っているつもりでも、はたから見たらただポートしているだけ、ぼんやりしているだけという。だからよくこのマイという字をザンマイに、まあ、当てはめたなと思う。あの、ザンマイというほどぼんやりしている人が多い。でこの百条は要するに不昧という因果をはっきりと見るという意味ですね。不昧因果というのははっきりと因果が見えている、無視しない、それをないことだとしない、はっきりとそれを見ること。でこの講話について道元禅師は正法眼蔵の中の2つの巻で、取り上げてます。一つは大修行、もう一つは信心因果、因果を深く信じる。で大修行で書いてるのは実は私が今まで話したこととは全然違う話。何が書いてあるかというと、もし不落因果が間違いであったならば、不昧因果も間違いだぞ。片方が正して、片方が間違っている。というわけではない。もしそんな簡単な話であったら、コアにならない。もう禅のコアになっているわけですから。おじいちゃんが間違ってて、百条禅師が正解を教えたから、成仏できた。そんな簡単な話だったら、コアにならない。実は不落因果と不昧因果は表裏一体、一つのこと、二元論ではない。でこれはまあ禅で言えば常識みたいなこと、あのおそらく臨済宗でもこの公案を同じように解釈している。不落因果が間違ってて不昧因果が正しいというわけじゃない、むしろ同じこと、要するに不落イコール不昧、カルマに支配されないということはカルマをカルマとしてはっきりと見ることである。正法眼蔵生死で言えば、私たちは今サムサーラにいる、生死の中にいる、生まれてあり死んだりして、ずっと永遠の昔から輪廻転生して今日まで来てた。いずれかはそこから抜け出して涅槃に入りたい。お釈迦様はそれに成功したけれども、私たちはまだこれから、これから修行して悟れば私たちも涅槃に入れるかもしれない。でもなかなか日本がどこにあるかよくわからない。悟りとは何なのかもよくわからない。探せば探すほどわからない。それはなぜかというと、道元禅師にはした生死がそのまま涅槃だったということに気づかないわけ。涅槃がどこかというと、今この生死が涅槃なんだけれども、それをまあ仏の御命として、今この自分が生きている命を受け止めてないから、苦しい、どこかもっと楽なところがあるんだろうかと、あると、そういう思いになる。だから涅槃として気づくことなくて、いつまでたっても苦しい。この生死に落ちないで涅槃を切るためには、生死をありのままに、不昧生死、生死を生死としてはっきり見る。そしたら、あ、なんだ、仏の御命だったと気づく。あるいは、おとといの恵子さんの話だったか、まあ、青山老師もよく、言われる、この無感傷ですか、冬、寒い、夏は暑い、
道元禅師は、まあ、深山座禅師でわざわざ夏は涼しいところで座りましょう、冬は暖かいところで座りましょうと書いてくれてるのに、やっぱり夏はクソ暑い。涼しいところ行きたいんだけれども、どうしたらいいんだろうかというのを、まあ、ある中国の、雲水が師匠に聞いたら、暑い寒いのないところに行けばいいじゃないかと答えたらしい。雲水が分からなくて、そんなところどこにあるんですかと聞いたら、師匠は、暑い時は暑いまんま死ぬ、冷たい寒い時は寒いまんま死ぬ、まあ、死ぬということはなりきる、暑い時は暑いのになりきて、寒い時は寒いになりきる。でそれは要するに暑い寒いから自由になるというあり方、そのものになりきる、暑いのを暑いとして受け止める、寒いのを寒いとして受け止める、生は生として受け止め、死は死として受け止める、生きるときは生ききり、死ぬときは死にきる。だから因果から自由になるということは因果を受け止めること。おじいちゃんが百条禅師の不昧因果という言葉を聞いて初めて自由になったんじゃなくて、実は狐を500回も生き切ったならば、狐として自由に涅槃を生きてたことになる。私たちは、まあ、大乗仏教の菩薩だから来世はあってもいい、なくてもいいんだけれども、あったならば再び人間として生まれてもいいんだろうし、狐になってもいいんだろうし、地獄に落ちたって構わないじゃないか。地獄に菩薩を必要とする人はいっぱいいるはずだから、地獄に落ちるならば存分にそこで、他の仲間たちと修行しようじゃないかというのは大乗仏教の菩薩、それこそ不昧因果だから、狐に落ちたから悪いじゃない、その狐の死骸が本土の裏にあって成仏したからいいというわけではない、狐なら狐としていいんだと。だから不楽因果と不昧因果は実は同じことなんだというのは、まあ、一つの常識になっている。で、まあ、道元禅師の作品で面白いのは、若い頃書いたのと晩年書いたのは全然違ったりする。この新人因果という十二漢方、一番最後に書いた晩年になってもう一回ゼロから、書き直した正法眼蔵では、不昧因果と不楽因果が同じだと思っているやつはおるけれども、とんでもない間違いだと。自分が前書いたやつ全然違うことを書いているわけですね。やっぱり因果というものはあるし、それに落ちない不楽だというのと、不昧というのと中身は違う、意味は違うんだという、それをまあ学者たちを結構悩ませている。若い道元禅師が言ったことは間違いだったんだろうかと。それだったらでも臨済宗とか大爆宗で常識とされている、禅の常識がひっくりされる。晩年の道元禅師はどちらかといえば二元論の匂いがする。じゃあ晩年の道元禅師はボケてしまったんだろうか。そういう人もいる。あの柳田青山という臨済宗のもう亡くなってますけれど有名な学者さんがいるけれども、晩年の道元禅師は老衰だったと、まあ、ボケじじいだったからあの十二漢方みたいなのを書いたという人もいる。要するに正法眼蔵の中で
魅力的なのはやっぱり現状考案だとか、そういう若い頃に書かれたものがすごく魅力的であって、十二漢本はそういう魅力にちょっと欠けている。でも道元禅師はやっぱり理由があって、あえてもう一回書き直したはず。まあその話は今日は、しないでおこうと思いますけれども、なぜこの不昧因果という問いが出てくるかという、以上禅師は今私が喋ったことは全部多分もうどこか、彼の中に入っているわけですね。こういう考案がある。でこれは普通はこういうふうに解釈される。不楽因果と不昧因果はまあ結局のところは違わない、同じことなんだけれども、じゃあ具体的に言うと不昧因果とは何だという、そういう問いを道元禅師に対して発しているわけですね。いかなるかこれ不昧因果体の道理、体という字が仏教のテキストに出てくるとあり方とか状態という意味で受け取っていいんです。あの外そこという字ですけれども、そこじゃなくて、不昧因果のあり方とはどういうあり方なのか、不昧因果のそういう状態はどういう状態なのか、そういう問いですね。その道理について教えてください。師はまあ道元禅師ですが、師曰く不動因果なり、まず不動という虹が出てきます。因果を動かさない、まあ生じで言えば生じ即涅槃の道理を教えてくださいと言ったら、生じを動かさない、生じをありのままに受け止める、無干渉、寒くない暑くない、この道理は何なのかと聞いたら、感傷を動かさない、寒い時は寒い、寒い時にああもう少し暖かければいいのにと思うから苦しいし、でストーブが燃えている部屋に入ったら今度時期とかがボン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 巻き入れて、ああ暑いサウナみたいに、ああつってたまらんと、まだ自分の部屋が良かったと、そう思うから苦しいのであって、そこを動かさない。寒い時は寒いのを受け入れる、暑い時は暑い時を受け入れる、それは無干渉の道理だと。まあそういう意味でここでまず不動という虹が出てくると思うんですね。因果カルマを動かさない、いわく何としてか脱落せん。そこはまた永常禅師が諦めないわけですね。本当にしつこいんですけれども、不動を動かさないというけれども、どうしたらじゃあ自由になることはできるんだろうか、脱落下脱のことですね。それだったらどうやって自分のカルマから自由になることはできるんだろうかと。で道元禅師は今度は因果歴年なりというわけです。因果がありのままをありのままにしておく、そのままにしておくというのがこの歴年の意味だと思う。まあ動かさないとほぼ同じことですね。ありのままにしておけばいいんじゃないか。でそれに対してここはちょっと飛躍を感じると思うんですが、これに対して永常禅師はいわく過去のごとくならば因果を引き起こすや、因果、因果ですね、因、ここ天を考えたら分かりやすいと思うんですけれども、果、因、ごめんなさい、因果を引き起こすや、つまり要するに原因があって、その原因が結果を起こす、引き起こすのでしょうか、それとも果、因を引き起こすや、それとも逆にまず結果が先にあってそれによって原因が生じるのかと。ちょっとなんで急にこの質問が出るかと、要するにまあ普通に考えたら種をまくから
秋に野菜を収穫できる。それが常識。原因があって結果は後から出てくる。まあ、もちろん逆 の, かあの考え方も、できなくはない。安泰寺はなぜ春種をまくかと考えたら、それは秋野菜収穫したいから。収穫という結果をまず思い描いて、その結果を得るためには種をまくわけです。収穫したいという思いがそもそもなければ種は誰もまかない。そういう意味では果因を引き起こすと言えなくもない。確かにその逆、要するに原因があって結果が出るなんだけれども、その逆も言える。この結果が出るためには今その種をまいておく。でもなぜこの因果歴年の後にこの話が、この問いが急に出てくるかというと、どうやらあのこの、和辻哲郎さんの、編集した消防現図随文記には載ってないんですけれども、水野八岡さんが編集しているやつはおそらく図書室にもあると思うんですけれども、超演じ本という別バージョンがあるんですね。そこでは、因果歴年と因果同時という言葉が両方出ているんですね。道元禅師は因果はありのまんまにあって、しかも同時にあるというんですね。同時、因果あって後に結果が出るわけではなくて、それが同時に成り立っている。まあ生じと涅槃って言えば、今は生じで、あと涅槃が来るわけじゃなくて、生じと涅槃は同時に今現状している。もう実、ここで実現している。涅槃にはとってもじゃないけれども、涅槃には見えないという人もいるんだろうけれども、明日、明後日以降に涅槃に変わるわけではなくて、今ここにある。生じも涅槃も同時にここに成り立っている。そういう意味では因果同時を言うわけですね。で、永常禅師はこの因果同時という言葉を聞いて、じゃあどっちが先なのかと、またわからないというんですね。ここはあのこの 岩波文庫では因果歴年という言葉しかないので飛躍を感じるけれども、因果歴年と因果同時という言葉が出た後に、それならば因果を引き起こすや果因を引き起こすやという疑問もわからなくはないんですね。じゃあ生じによって涅槃が引き起こせる、引き起こされるわけなのか、それとも涅槃があってそれが今生じとして現れているのか、どっちが先なのか、どっちがもっと根源的なのかと、そういう問いですね。師曰く、それに対して道元禅師がまた答えるんですね。すべて核のごとくならば、かの南仙の名字を切るがごとき、大衆すでに言えず、すなわち名字を断却し終わりん。後に上州神戸にわらじ、相愛、相愛書いてありますね。後に上州神戸に相愛を起きて入れたりし、また一段の儀式なり。ここで道元禅師が有名な南仙和尚が昔中国で猫を殺してしまったという、このコアのまた使ってます。要するに因果歴年、
因果同時の道理を説明するのに、このナンセンが猫を殺した公案が、それを理解するためにはこの公案が役立つというわけです。この公案は、まあ有名でみんなご存知なんだけれども、まあ今あんたちには犬はおるけれども昔は猫もおったと、でみんなに可愛がられて、中には参禅者が、あんたちの禅マスターはこの猫だと、私たちもこの猫の脳にならなければいけないんだと、なぜかというともう猫は今いつも今ここになりきっている、いつもニャー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 と、あの中すいたら、ニャー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 と、で餌与えたらまたどこかで日向ぼっこして、私たちもそういうふうになれたらもう悟りの世界だと、まあ慣れたらいいんだけれども、そういうふうに、ああこの猫かわいいないいないいなと言っているのを自分のことは全くおろそかしている、自分の修行はもうおろそかにして、いつも 猫ちゃんはどこ、猫ちゃんはどこ、犬ちゃんはどこ、犬ちゃんはどこと、どうもみんな自分の修行を、全く考えず、足元見えてないというんで、ナンセンがその猫を、猫はかわいそうだけれども捕まえて、誰か一人肝心な言葉を一つ、この猫を救うような肝心な言葉を一つ言えたら手放してあげる、話してあげるんだけれども、誰も何も言えんならば殺すぞと。で誰も何も言えなかったから、ナンセンはこの猫を殺してしまった。その弟子の上州はたまたまその時は町に出てたけれども、帰ってきたらこの話を聞いて、自分が履いてたわらじを頭に乗せてどこかに行ってしまった。でナンセンは、君さえあの時そこにいれば、猫を救えたのにと。これもまあ有名な公案。なんでナンセンは猫を殺さずに、殺さずにいられなかったかと。でその上司の答えのどこがよかったのか。上司だって何も言えなかった、ただわらじを頭に乗せただけ、それに何の意味があるんだろうと。それが公案ですね。でそこで道元禅師がまず自分だったらどう言ったかという話をします。また曰く、我もし何千なりせば、すなわち言うべし、もし私が何千だったならば、その時私はこう言ったのであろう。言えたりとも、すなわち残却せん。言えずとも、すなわち残却せん。何人か名字を争う。何人か名字を救うと。あの日、もし私がナンセンだったら、まず、まあ、猫を切る前に私はこう言ったのであろう。もしお前らのうち誰かが誰も何も言えなかったら、私は猫を殺す。何かを言えたとしても殺す。この猫を争って、このまあ猫で俺のものだ、いやお前のものじゃないんだと、いろいろと喧嘩したり、議論したりするのは誰だと。この猫を救おうと思っているのも誰だと。まず問題の出し方から、私だったら違ってたと。
言えたら救う、何も言えなかったら殺すんじゃなくて、どっちみち私はこの猫を殺すぞ、どうしたってお前らがどうしたって殺す、この猫を救う道は何もない。喧嘩してもいいし、喧嘩しなくても同じ。で、大衆に代わって言わん。もし私はその時の大衆というか、仏教では大衆というけれども、まあ、その時の、運勢の一人ならば、私はこういうふうに答えたはず。すでに言えず、和尚名字を残却せよと。私は何も言うことありません。どうぞ、どうぞ自由にその猫を殺してください。何にも言うことはない。どうぞ。私だったらそう答えた。そう答えたら、ナンセンはどうしたかわからないけれども、ナンセンもクセ者だから、運水に殺してくださいと言われたら殺さないはず。それを分かった上で言ってるかもしれない。もう要するに、言うことは何もない。どうぞ。これもある意味では因果歴ね。どうぞ。そのまんま。自分の行いは自分の責任で、どうぞ存分にやってください。私はもう黙っております。何にも言うことはない。私だったらそう答えたと道元禅師が言うわけですね。また大師に代わって言わ、また別の答え方もあったかもしれない。これもまあ有名な話ですが、和尚ただ一と両打の知って一と一打の知らずと、一と両打という言葉、四字熟語は今も日本にあるんだけれども、もう竹を割るようにもピシッと決断して、白と黒を分けて先へ前へ進む、敵と味方をはっきりと分けて先へ前へ進む。まあ一刀両断、なかなか解決しにくい。みんなの百人の話を聞いて、なかなかみんな満足するような解決はないから、なかなか決断、しない、できない人もいるんだけれども、一刀両断する人はもうはっきりとこれだと、で、まあ何せお前はこの根っこをそういう仕方で切ることができたとしても、一刀一断のそういう切り方を示しなさいと。一刀、この鎌を使ったのかナイフ使ったかわからないけれども、そのナイフで名字猫ちゃんの一つに切ってください。二つに切ることは誰でもできる。私たちだってできる。毎日この猫のことで喧嘩している私たちはもういつも二つに切っているわけだ。俺のものだ、お前のものじゃないんだと、いつも喧嘩してこの猫を引っ張り合いしているんだけれども、せっかくだから師匠、どうか一刀一断のあり方を示してもらえないかと。ナイフと一つでこの猫を一つにする、それを見せてほしいんだと。そういう答え方もあったんじゃないかと道元禅師は言うわけです。一つに切ってもらおうと。で、そこで以上禅師は聞くんですね。いかなるかこれ一刀一断と。一刀でナイフ一つで一つに切る。それはどういう意味なんですか？道元禅師が答えた。名字これなり。猫そのもの、猫をそのものそのまんまにしておく、これは一刀一断。まあ寒い暑で言えばこ
それをありのままに受け止めて、それから自由になる、どういうことですかって。暑い時は暑い、暑い、それがもう解決、生じ、それがそのまま涅槃。これはまあ一刀一断。いわく名字これなり、またいわく、またなかなか諦めない永昌禅師が、いや、これは道元禅師かな、道元禅師が言うわけです。またいわく大樹二重の時、猫を切る前だったら私はこういうふうに言ったと、今度は誰も何も答えられなかった時、私ならこういうふうに対応したと。もし誰も答えられなかったならば、私が何千だったら、大衆二重の時、我何千ならば、大衆すでに道不徳と言うて、すなわち名字を放下して、放下してまし。故人の曰く、大用厳然して、規則を存ぜずと。もし誰も答えられなかったならば、私はあの猫を手放したんだろうと。何にも言わないんだって、答えの一つ。何も言うことないならば黙ればいい。これも立派な答えなわけだから、誰も何も言えないんだったら、それはまたありのまんまの自分のあり方を表したわけになるんだから、最初は黙ったら殺すぞと言ったけれども、黙ること、黙々としていることだって立派な答えだから、猫を手放した、その理由として大用厳然として、大いなる働き、それこそ仏の御命が現れた時には決まり事など守る必要はない、大を厳然して規則を存ぜずと。殺すと言ったから、黙っているのは誰だと。仏の御命が黙々しているわけだから、あ、立派な答えだと。道元禅師だったら、猫を切らずに手放した。また曰く、今の残名はこれすなわち仏法の大用厳然なり、あるいは 1.5 なり、もし 1.5 にあらずは三河大地明星明神と言うべからず、また即身是仏とも言うべからず、すなわちこの 1.5 の権下にて、にて名字即仏心と見よ。またこの言葉を聞いて学人も頓に厳入すべし。またいわくこの残名字即是仏行なり、呼んで何とか言うべき、いわく呼んで残余と言うべし。ここからはまたこの因果の話に戻るわけです。この、猫を着た話は一体そもそもカルマ、因果の話とどうつながっているかは、ちょっとここまではあまりよくわからないと思うんですけれども、南禅は何も言えなかったら猫を殺す、で誰も何も言えなかった殺してしまった、そこでもその因果が絡んでいる。道元禅師だったら、私は何も言えなかったらそれでも手放すし、最初からは
最初だったら何も言えなくても何か言えたとしても殺すぞ。それはまあ因果から自由になっている状態ですね。黙っていようが喋っていようがもう猫は殺す。でもその時になったら手放す。道元禅師の方はどちらかといえば因果に縛られてない方。南禅は殺すと言ってしまったから結局殺さずに折れられなかった。そういう意味では因果に縛られているところがまだ残ってた。本当だったら手放せばいいのに、殺すって言った以上はじゃあ殺さないといけないんだと。じゃあこの猫を殺したというのはつまり殺生だと。オウムみたいに人間を殺したわけじゃないけれども、やっぱり生き物、一切衆生の中の一人、一切衆生に含まれる猫という罪のない猫を殺してしまう。これはお坊さんとしてどう考えればよいのかと、まあ誰しも思う。それは一匹のハエだったらまあいいとしても、猫、猫だから。まあ何年前フモンさんがこの話をした時は、まあどうせ中国の話だから中国人が猫を切るのは日本人が大根を切るようなもんだからそんなに深くは考えてなかったとか言ってたけれども、おそらく中国のお坊さんなわけだから、それをみんなの前で堂々と切る、これはどういうことなのかと。結局それによってたとえ悟ったはずの南禅でもやっぱりカルマが生じて罰が当たるんじゃないかと。いくら仏法のためにやったとしても、これはやっぱり悪いことじゃないかと。猫の立場になってみればこれ迷惑な話だから。でそこで道元禅師がまず、まあ、大を厳禅して、ここで仏の御命が現れるわけですね。今の残業はこれすなわち仏法の大を厳禅、たとえ猫を切ったとしても南禅は、道元禅師は私だったら手放したんだけれども、私は切らないと言うけれども、南禅が切ったその事実の中も仏の御命の現れだと。切らなければ仏の御命が現れたけれども、切ってしまったからせっかくの仏の命を殺したというのではなくて、切る時も切らない時も喋る時も黙る時もそれは仏の働きの現れだから、南禅もちゃんと仏の働きを表している。仏法の大用厳禅なり、仏の大いなる働きがそこで現れた。残業の猫を切るその働きの中、どう考えたって殺生であってカルマなんだけれども、これもまた因果同時の一つの意味だと思うんですね。このカルマの持っている行為と仏の行為は同時にそこで現れている。あるいは 1.5 なり、そもそも 1.5 とは何なのか、その真実を一言で表す言葉、この言葉を聞いて、ああなるほど、ああなるほどと腑に落ちるような言葉を 1.5 というわけですが、猫を切るというのも 1.5 である。もしこの猫を切ったという事実が 1.5 ではない、これは罪だと決して 1.5 と言えないというならば、残画第一明星明神と言うべからず。それを言うんだったら、山も仏の教えを説いている、川も説いている、天地もみんな仏の教えを説いているということは言えなくなる。でも大乗仏教はそれを言っている。
山の色も谷の声もみんなお釈迦様の体がそこに現れて、お釈迦様の教えがそこに現れている。至るところにお釈迦様の働きが現れたならば、根っこを切るその時も現れていると言わざるを得ない。道元禅師ははっきりとこの猫を切ったというのは仏の働きだったという。そこで、明星明神が現れる、また即身是仏とも言うべからず、この身このまま仏ということは言えなくなってしまう。でも禅ではそういう、私たちはみんな仏なんだと、どんなにもうしょうもない小学さんですら仏なんだという。だから小学さんも仏ならば不問さんも仏だと。鹿を殺してもイノシシを殺しても、仏の働きを表していると言わないと都合が悪い。ここまでが仏で、ここより先は仏じゃない。そういう線を引いちゃいけないんだと。猫を切っても仏。南線は仏祖である。それに変わりがない。すなわち、この 1.5 の権下にして名字即仏心と見よう。この猫が仏の体の現れである。 1.5 の権下にてこの猫が切られるという事実を見て、そこでお釈迦様が現れているということをはっきりと自覚しなさい。またこの言葉を聞いて学人にも頓に誤入すべし、今この場で自覚しなさい、気づきなさい、このことにも。また曰く、この残明寺即是仏用なり、根っこを切ったということはそのまま仏の行いであるという、まあとんでもないことを言うわけですね。摂書なんだけれども、これは仏の行いとして行われたと。でさっきは要するに、オウムでは人を殺すのはポアだという理屈が成り立った。これも下手すると同じ方向に行くわけ。猫を切ることも仏の行為ならば、じゃあ人を殺してもいいじゃないか。その理屈で言うならば、人を殺しても結局それは仏の行為になってしまう。猫が良くて人を殺しては悪い。それはまた変な話になってしまう。何をやってもいいと結局なるのかという疑問が江上さんの江上禅師の頭にあったはずですね。読んで何とか言うべき、こういう行為はじゃあ何と呼べばいいんでしょうか。朝原証拠だったらポアと言ったはず。私はこの猫ちゃんをポアしてあげた。道元禅師ならこういう行為を何と言う。曰く、呼んで残明と言うべし、猫を殺した、そう言えばいいんだ。ポアじゃない。猫を殺したということはどこまでも猫を殺したことなんだ。でそこでさらに江上禅師は突っ込むわけです。上曰く、これ罪相なりやいなや、じゃあそれ罪じゃないですか。猫を殺したんだから、いくら仏でも猫を殺すこと罪じゃないですか。曰く罪相なり、そうだ罪だと道元禅師が認めるわけですね。これもまた因果同時です。生じ即涅槃。だからといって、あ、夏は暑くない、そんなわけない。暑いんだよ。
暑い。冬寒いんだよ。寒いよ。そうだ。猫を殺すことは罪なんだ。仏ややっても誰がやっても罪なんだ。このままだと因果同時、仏の行為とこの罪のあるカルマは同じ行為の中に現れている。だからこそ道元禅師がそこま、その前にしつこくこういう言い方も私だったらしてみたと。南禅だったら私はこうしてみた。大衆だったらこうしてみたと。猫を殺したというのはそれは仏行に間違いないんだけれども罪なんだ。そこははっきり自覚しておかないと仏じゃない。仏だから罪じゃない、そんなわけない。罪相やとはっきり言うわけですね。罪相なり、罪相なり罪なんだと。上曰く何としてか脱落せん。じゃあどうしたらその罪だったら、罰が当たるかもしれないし、この自分が罪を起こしたこのことからどうしたら自由になれるか、罪を起こしたんだったら下脱したことにはならない。下脱、下脱どうやったら下脱したらいいの、猫を切った以上下脱するのにどうしたらいいのか。いわく別々無権なりという、これはやや不思議というか、何を言わんとしているのか、おそらくいろんなあの解釈はあると思います。この英語訳ちょっと見てみます。ここではどう書かれているか。別々無権なり。Buddha's action and the criminal action。 要するに仏の行為とこの罪相の罪としての行為、この2つ、 Buddha's action and the criminal action are separate。 これまあ要するに別々というのは仏の行為と罪相は別々。 Yet they both occur in one action。 これはあの岩波文庫は無権書いてある。別々無権、見ない。と書いてあるけれども、おそらく違う原文のもとにしている。Yet they both occur in one action。仏の行為とこのカルマとしての行為は別々でありながら同じ一つの行いとして現れている。要するに生死と涅槃は違うといえばもちろん違うんだけれども、どこにあるかというとどちらも今ここ、受け止め方次第では苦しい生死にもなったり、ああこれでいいんだという落ち着きがあれば涅槃にもなる。全然違う。全く違う。これほど大きな違いはないんだけれども、どちらも今ここしかない。この猫を切るというのも、罪といえばどこまでも罪。仏の行為といえばどこまで仏の行為。仏の行為といっても罪がなくなるわけではない。別々なんだけれども、同じ行為に現れている。まあ、ここは岩波文庫ではなぜか無権。無権と言っている。別々無権。権。まあ、自分の見方とか自分の色眼鏡を手放すという意味があるのだろうか。この生死と涅槃で言えば、私は今生死にいるけれども、
あなたは、涅槃はすぐ目の前にあるという、足元にあるというけれども、どこにあるんですか、どこにあるんですか。探すのやめなさい。目の前といっても、探せば見えてくるわけではなくて、手放したら、あ、後ろから背中を押してくれたという何らかのもの、何者かが私を後ろから押してくれたということに気づくけれども、それはどこ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 というそういう態度をやめたときに初めて現れる。だからこの無限というのはそういう意味かもしれない。あなたは罪のところしか見てないけれども、あの猫死んでるんじゃないか、血まみれになっているんじゃないか、どこも仏の行為としてはどう見たって仏の行為に見えない。いや、別々なんだけれども、どんなに探したってあの死んだ猫のどこかに仏が隠れているわけではない。ここはややちょっと不思議なところですね。別々無限なり、英語訳ともちょっとずれている。いわく別下脱とは格のごときを言うか、いわくしかり、別下脱会、別下脱会というのがあります。ハラダイモクシャというインドの言葉があるんですけれども、ハラダイモクシャは、下脱のコツですけれども、それは幹部には別々下脱と訳されている。要するに、おのおののものがおのおののあり方のままで、すでに下脱している。ただそのためには、そのものがそのものとして自分の在り方の中で落ち着いていなければいけない。あるものが別のものに変わって下脱するわけではない。ボンプが自分を磨いて磨いて磨いて、何回も何回も生まれ変わってやがって仏になるんじゃなくて、その身そのまんま、まあ言ってみれば自分の我さえ手放しておけば、そもそもなかった自分の我、そういう幻に気づいて、それさえ手放しておれば、別にありのまんま、幻のなくなったありのまんまに戻れば、別々下脱、みんなそれぞれそのまんま、花子ちゃんは花子ちゃんのまんま、太郎くんは太郎くんのまんま下脱している。それはこの別下脱会、まあ永常禅師は別下脱会とはこういうことでしょうかというと、道元禅師はそうだよという、そうだよ、また曰く、ただ、ただし、格のごときの良見、たとえ工事なりともなからんにはしかし。そこで最後にもう一回道元禅師は念を押すわけですけれども、この南仙が猫を切ったという話は有名な話だし、そこで仏の行為が現れているわけなんですが、たとえ工事なりともなからんにはしかし、こういうことはないことには越したことない、起こらないことには越したことがない、猫を切らなくてもいいときはやっぱり切らない方が良いだろうということをあえて言うわけです。象を問うて曰く、
盆会の語は樹海以後の諸般を言うか、ただまた未樹以前の在祖をも盆会と言うべきかいかん。しこだえて湧く盆会の名は樹語の諸般を言うべし、未樹以前諸者の在祖をばただ在祖在後と言うて、盆会と言うべからず。ここからはやや理屈っぽい、まあ江上先生が聞いていることはちょっと理屈っぽく聞こえてしまうんですけれども、まあ本人はおそらく気になって仕方なかったと、思うんですね。今でも安泰寺ではお坊さんになるときには会を受けるわけです。でこの会を受けるときにはまず、画尺所蔵諸悪語回遊虫頓陣地云々で過去の反省から始まるわけですね。過去の自分の罪の反省を、しますけれども、江上禅師はここではまずその過去に犯した罪、これは戒を犯したことになるんだろうかと、それとも戒を受けた後のその罪だけを盆戒、要するに戒を犯したというのかと。道元禅師は戒を受ける前はまだ戒を受けてないわけですから、論理的には戒を犯したとは言えない。罪と言えたとしても盆戒とは言えない。戒を受けてないものは戒を破っても戒がないわけですから、戒を破ったことにはならないと。まあそれはまあ論理的ですね。私は絶対にタバコを吸わないと約束した人がタバコ吸ったら約束破ったことになるけれども、約束タバコを吸わないと約束してない人はタバコを吸っても体に悪いかもしれないけれども約束を破ったことにはならない。まあそういう理屈です。ここ盆戒にはならない、私はもう一度禁煙しますと言ったらタバコ吸った時には体に悪いだけじゃなくてせっかく約束したことを破ってしまうことになる。でもそれは約束して以降の話であって約束してもいないのに約束した約束を破ることはできない、そういうことですね。当時曰く、四十八教会の中に二十回の諸番を盆諸盆を盆と名付くと見ゆいかん。答えて曰く、しからず彼は未熟会の者、今樹海せんとするとき諸蔵の罪を懺悔するに今の会に臨めて、前に樹海等を授かりておかし、後また教会を盆ずるをも盆会というなり、以前諸蔵の罪を盆戒というにはあらず。道元禅師はまだ戒を受ける前の罪は盆戒とは言えない。戒を受けてないわけです。そこで江上禅師はでも、十戒の後に授ける48の軽い戒の中には未熟戒の諸盆という言葉が出てきます。要するにまだ戒を受けてないの盆、要するに戒を受ける前のお菓子、そういう言葉が出てくるんですけれども、これはどうしてでしょうか、なぜでしょうか。今の話と違うんじゃないかと。約束する前にあなたは約束を破っているんだと言われているようなものだけれども、どう考えている考えたらよいですかと。道元禅師はそれは違うという
これは違う。蚊は未熟戒のもの、いまだ樹戒せんとするとき、所蔵の罪を懺悔するのに、まだこの戒を受けてないものに対して、今までの、まあ、罪、今までは約束は破ってないけれども、やっぱりずっと 体に悪いタバコを吸った、約束違反じゃないんだけれども、その体に悪いことをしたというその反省を起こさせるためには懺悔するのに、要するに反省をさせるためには今の会に臨めて、要するに会に照らし合わせて、本人はまだ受ける前なんだけれども、これからはこういう会を、受けて生きるわけですから、それに臨めて、まあ、そこから照らし合わせてそういうふうに表現しているわけです。前に樹海等を授かりておかし、後また教会を凡ずるをも凡会というなり、まあそれでそういう表現になるんだと。もちろん理屈では今まで吸ったタバコは約束違反にはならないけれども、これからは約束違反だよと、それでまあそういう言葉になるんだと、言い方になるんだと。以前所蔵の罪を凡戒というにはあらず、でも今まで吸ったタバコはもちろん約束を破ったことにはならない、体には悪かったかもしれないけれども、問うて曰く、今樹海せんとするとき、前に作りしところの罪を懺悔せんがために、未熟戒のものに十十四十八教会を教えて独自せしむべしと見えたり、また下の門に未熟戒の前にして切戒すべからずと、この二章の相違いかん。これもまたちょっと理屈っぽいんですが、樹海の前には、会を受ける前には、会を受ける本人にその会を説明して唱えさせているわけですが、当たり前といえば当たり前の話ですけれども、会の内容を説明しないと樹海できないわけですけれども、別のところには、まだ会を受けてもないものに、未熟会の前にして、切戒すべからずと書いてあるんですね。戒を受ける前には切戒してはいけない、戒についていろいろと説明したりすることはいけません。それだったらまだ戒を受けてないものに戒を説明することができない、どうしたら戒を受けることはできるんだろうかと、要するにお前約束しなさいと人に言って、向こうがどういう約束ですかと聞いたら、いやそれは教えない、教えることはできない、約束した後に教えるから、それじゃあ誰も約束しない、ちゃんとその約束の内容を説明した上でないと約束させることはできないのに、どこかで約束してない人に対して約束の話をしてはいけないというのが書いてあるらしい。でそれに対して道元禅師が答えていわく、樹海と樹海とは別なり、戒を受けることと戒を唱えることは別、懺悔のために戒経を受するはなおこれ年金なり、ゆえに未熟の者戒経を受せんとす、彼がために戒経を解かんこと、とがめるべからず。下の門に利用のためのゆえに未熟戒の前にしてこれを解くことを制するなり。今、樹戒の者に懺悔せしめんためには最もこれを惜しうべし。いや、問題は結局、結論から言ったら問題は何のためにこの約束を説明しているのかということ、本人に
今までの行いを反省させて、これからは同じことを繰り返すまいと約束させるためには大いに説明すべき。本人には反省してもらって、懺悔してもらって、受戒してもらうためならば、大いに戒律については説戒すべき。そうじゃなくて、自分の利用のため。例えば、まあ、安泰寺だったら、その戒律じゃなくて、座禅を例えとして使った方がいいかもしれない。新しい人が安泰寺に来たら当然座禅の話をしなくちゃいけない。座禅って作法から教える。摂氏についての説明もあるはず。まあいきなり説明ゼロで体験させてもらうのもいいかもしれないけど、大体は最低限の説明をするわけだと思う。理屈じゃないと言っても、やっぱり最低限の説明じゃないと、まあ、本人も困るし、本人がどうしたらいいか分からないわけですから、まあ、周りにも迷惑なわけですから、当然ながらいくら言葉じゃないと言っても、安泰寺では座禅の前には座禅についての説明をする。じゃあ、座禅したこともない。これからもするつもりは全くない。こちらも、いや、この人は座禅してもまあ、しょうがないだろうという、まあ、腰の曲がったじいちゃん、ばあちゃんを相手に、説法で安泰寺では毎年1800時間も座禅しますと。接心はつらいよと。でも、3日目、4日目で手放すと、いい気づきがありますよと。で、向こうが感心して、ああ、もうありがたい、そんなありがたいご修行をなさるお坊様がいらっしゃると。そういう座禅の話をしてもあまり意味がない。今まで座禅したことのない人に座禅の話してもいいけれども、それはあくまでもその人を座禅に引き込むための話でなくちゃ、感心してもらおう。私はこれだけすごい修行してますという話ではダメ。で、戒律もそうだと。お前には無理だろうけれども、私はこれだけすごい戒律、これだけたくさんの戒律を受けて守ってますという、そういう解き方はダメですよと。これから自分も戒律を受けたい人には当然ながら説明しなくちゃいけないという、まあそういうことだと思うんですね。で、まだ最後じゃないけれども、この最後のあたりがまたすごく私はまあ面白いというか、単なる理屈じゃなくて、道元禅師の情け深さを感じずにはいられない話が出てきますね。23ページ、私のこれは23ページの最後の2行目から24ページの真ん中までですが、問うていわく受戒の時は七逆の受戒を許さず、先の戒の中には逆罪も懺悔すべしと見る。いかん。七逆という絶対に許すことのできない大きな罪があるみたいですね。今全部出てこないんですけれども、例えば自分のお母さんを殺した、お父さんを殺した、お釈迦様の体に傷つけた、そういうことをしてしまったら、破門されるし、破門された後にもう一度お願いしますと言っても、それだけは絶対に許すことはできない。それは七逆ですね。少々のことならば懺悔したら許されるけれども、自分の親とかお釈迦様とかを殺したり、お釈迦様の場合はもう傷つけただけでももう絶対アウトですけれども、これを犯した者は再びお坊さんになることはできないと書いてあるのに、逆罪
も懺悔すべしと書いてあるんですが、どうしてでしょうかと、エジオ先生が書くんですね。こういう自分の親を殺した者は、それを懺悔しなさいと書いてあるけれども、どうせ自分の親を殺した人は、再びお坊さんになれない。だったら懺悔させたって意味ないじゃないか。懺悔しようがしまいが、もうこの人は絶対地獄に落ちるわけ。いくら懺悔したって意味ないんだから。なぜ逆罪も懺悔すべしと書いてあるんですかと聞いたら、道元禅師は答えて曰く、まことに懺悔すべし、まさに懺悔すべきだと。まあ考えてみれば、罪が大きければ大きいほどそれは懺悔すべき。受戒の時許さざることは、しばらく抑止門とて抑ゆる義なり。なぜそれを絶対に許さないと書いてあるかというと、そこまで書かないと、まあ親を殺す人はなかなかいないんだろうけれども、今も昔から現在まで、たまにはあるわけ。まあニュースになってるぐらいですから、そんなしょっちゅう起こることではないけれども、日本でもどの国でも親を殺す人はいる。でもそれは絶対あってはいけないから、少しでも歯止めになるように、それをしてしまったらもう懺悔しても助からないぞ、歯止めという意味でそこまでは言われている。抑止門という言葉が出てきますけど、要するに歯止め、人間にいろいろ悪いことをしたいという欲があるわけですから、少しでもそれに歯止めが効くようにそこまで言われている。また上の門は、破壊なりとも変えて特受せば少女なるべし、懺悔すれば少女なり未熟に同じからず。でこれは考えてみたら、とんでもない話が書いてあるんですが、破壊なりとも変えて特受せば少女なるべし、一旦戒を破ったとしても、再びこの戒を受ければ少女なり、もうきれいさっぱりその人が現れるわけ。懺悔すれば少女なり、懺悔をした者こそ清らかであって未熟に同じからず。戒を受けてない者と一緒にしてはいけない。なんでとんでもないことなのかというと、タバコを絶対に吸わないと約束したことのない人がタバコを吸ったって、まあこちらが責める権利はあまりない。逆にタバコを絶対にもう吸わない、二度と吸わないと約束した人が破ってタバコを吸ったならば、お前約束と違うじゃないかと責められる。つまり戒を犯した人とまだ戒を受けてない人、どちらが心がきれいかというと、まあ、どちらか次はまだ受けてない人、悪いことしてないわけですから。約束しているのに破っている人は、それは汚れている。道元禅師は、一旦汚れたものでもこれを懺悔したら、まだ受けてない人より さらにきれいになっている。懺悔の力なり、これ懺悔の力なり、特殊式の時にも出てくる文句ですけれども、破壊無壊と
次回という3つの言葉があります。次回は会を保つこと、会を受けた以上は保たないといけない。でもどうしても破ることはある。それを破壊という。でまだ授けてないのは、まあ、未受戒とか無戒、戒がないというわけですね。でこれは、まあ、よく言われることですけれども、破壊でもいいから無戒ダメは、無戒だけはダメ。まあ、道元禅師の随文記とかにも出てくるわけですけれども、一番いけないことはそもそも戒を受けないこと。受けた以上はもちろん守らないといけないけれども、破ったからダメというわけじゃなくて、破ったら懺悔をすればいい。まあここにも出てくるけれども、その懺悔したら懺悔の力によって受けてない人よりさらに症状なり、現状公案で言えば名を代護するのは仏なりというのもこことつながっている。自分には罪がある、でもそれをはっきりと見て懺悔した人こそ仏であって、私には何の罪もない。タバコ吸ったって何が悪い。吸いたくない人が吸わなければいい。俺は吸うぞ。それは凡夫。いや正しいんだけど、その凡夫の常識は正しいけれども、タバコをやめようと約束したけれども吸っちゃった、申し訳ない。それは気づきのある凡夫、つまり仏のありよう。これがまあ症状なりという道元禅師が言うんですね。懺悔すれば症状なり、未熟に同じからず。でもう一度江上禅師、到底曰く七逆、すでに懺悔を許さば、また受戒すべきかいかん。じゃあ今のこの話は、例えば親を殺した人についても言えるんですか？親を殺したら再び戒を受けるはずはないけれども、それならば自分の親を殺した人でさえ懺悔をすれば少女なりのはず。その理屈でいけば、そういう人でも再び戒律を受けることはできるんですか？親を殺した人でも。答えて曰く叱る。そうですよ。そうだよ。親を殺した人ですら、懺悔すれば再び戒律を受けることはできる。お釈迦様の体に傷をつけた人ですら、それを懺悔すれば再び戒律を受けることはできる。これはとんでもない話。なぜならばそれはできないと書いてあるんです、経典には。これだけは許さない。七逆罪だけは別だと。これは今現代日本で言ったらそんな誰も衝撃を受けないかもしれないけれども、道元禅師の時代ではそれは根っこを切るどころじゃない話だったと思うんですね。お釈迦様を傷つけた者、自分の親を殺した人ですら、お願いします、もう一度私にチャンスを与えてください、もう一度お坊さんにしてくださいと頼んできたら、これは許すべきと書いてあるんですね。故僧侶自ら生流の義なり、これは伊斎禅師のことだろうか、明禅禅師だろうか、もう要するにもうこの世にいない僧侶が自らそれをそういうふうにはっきりと言ったことであると。すでに懺悔を許す、またこれ受戒すべし、そういう人でもちゃんと懺悔を許して受戒をさせるべきだと。逆罪なりとも、たとえお釈迦様の体に傷つけて自分の親を殺したと言っても、悔いて受戒せば授くべし、反省して悔い改めて受戒したいと言い出したら、こちらは
会を授けるべきである。イワンや菩薩はたとえ自身は破壊の罪を受くとも他のためには受戒せしむべきなりと。逆罪を犯した人は戒を授けてはいけない。でも道元禅師はやりなさいと言うんです。本人が、向こうの人は懺悔してお願いしてきたらやりなさい。それは戒心の立場からしたら、する側、授ける側も罪を犯すわけですね。絶対にお坊さんにしていけないものをお坊さんにしてしまうわけですから、こちらにだってその罪が降りかかっているわけです。それをどう考えたらいいか。まあ何千だって猫来て罪があるかないかといったら罪があります。そのツケが回ってくるはずです。罰が当たるはずです。何千にも親を殺した人が安泰寺に来てお坊さんになりたいと言ったら、それを坊さんにしなさいと道元禅師は言うわけです。じゃあ私にも責任があるんじゃないか。私がもしその結果として来世地獄に落ちたらどうなりますかと道元禅師に聞いたら、いいじゃないか、お前菩薩だから。一人の人が反省して再び仏道を歩みたいと言ったら、そのためお前一人が地獄落ちたった、何の問題がある。それが菩薩じゃないかと。やっちゃいけないことを仏道のためならばやること、これも菩薩道。だから猫を切る時だってある。むやみに、だからといってそれを言い訳にして、どん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 もう遊びで、少年 A というのがおったけれども、結局子供の頭を切ったけど、その前にはやったら猫を殺して、それは菩薩の行とは違う。当然違うんだけれども、菩薩としてやったら罪がないわけがない。罪があるんだけれども、それを菩薩として受けるべきである。もしその結果として狐生まれ変わったら、狐として一生でも500生でも生きればいいじゃないか。地獄に落ちたら地獄に落ちたっていいじゃないか。熱い、分かっている、地獄は熱い、それでいいんじゃないかと。そこがまあ道元禅師のここの結論です。まあ、この間、岩永さんもちゃんと英語で説明してくれていると思いますけれども、もう一回、大事なところなので、日本語でも話したかったんです。長くなりましたが、何かご質問ありましたら、何でもどうぞ聞いてください。はい、お願いします。破壊した人を、破壊した人は懺悔をして自分あもう一回、受戒したいと、出家したいと言ってきたっていう、はい、その話は、その親鸞さんの悪人症の、その、それともつながってますね。なぜ悪人がいいのか、その、はい、反省しているわけですね。自分が悪いと、善人が何が悪いか、善人に越したことないけれども、自分はいいんだという反省がないわけですね。その罪の意識、迷いの自覚がないわけですね。だから語に代名するのは衆生なり、その悟っているとか、俺が何も悪いことしてない、それは凡夫だ。悪人正気説というのは、その悪いことすればなおさら救われやすいんじゃなくて、自分が悪いことしかできない、結局それことに気づいて反省をする。だからその親鸞さんがそれを解いた後には、信者の中に、あ、それだったらもう酒を飲んで肉食って女買って楽しくやればいいんじゃないかと、むしろその方が救われやすいわけだから、どん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 悪いことをして、親鸞さんはその時、いくら薬が
効くからといってあえて毒を飲む必要がないと言ったらしいんですね。私はその答えがちょっとまあいまいち、なんていうか腑に落ちない。なぜかというと悪人こそ確実に浄土できるというわけですから、悪いことを毒だというのは変だけど、その毒、なぜ悪いことをするのは毒になるし、そして実世界ではいくら薬が解毒剤があるからといって毒飲む人はいないだろう、苦いし、その体に悪いけれども、悪いことはその本人、やっている本人は楽しいわけですから、それは毒を飲むことだと言われたって、私はいまいちピンとこない。むしろ私がもしろそこで親鸞さんだったら、いくらいいことをしても阿弥陀さんは喜ばないよ。なぜかというと、お前はまだ救われたい救われたいというスケベ根性が働いているから。ましてや救われるために悪いことをしたら同じことだから、悪いことをしたら阿弥陀さんは私を救ってくれるんだと思って、悪いことをしたと同じスケベ根性でやっているわけだから、そういうのを悪人と言わない。ああ悪老でございました、申し訳ない、それを悪人というわけですから、あ、後で反省したら許してもらえる、じゃあどん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 今のうちに悪いことしよう、そういうのを悪人と言わない。だから誰か、どこの本に書いてあったかな、誰かが誰かに、悪人小季節がありますけれども、朝原昌光さんみたいな人でも阿弥陀さんに救われるんだろうかと聞いたら、それや反省すれば救われるかもしれないけど、朝原昌光は善人だと、だって反省がないわけです。自分ではもうポワしているつもり、本人はいいことしているつもり、そういうのを親鸞さんは悪人と言わない、それは善人の部類に入る。はい、すいません、質問最後まで聞いてもいないけど、まあその小季節と、はい、ええ、まあ、同じような意味があるかということと、はい、つながっていると思いますよ、はい、まあ、すいません、質問のあれがちょっとすいません、まとまりませんので、はい、以上で。上州がわらじを頭に乗せて、うん、で出た、それがなぜその猫を助けることになるのか、その辺ちょっと伺いたいと思います。説明したらダメなんだけれども、まあその道元禅師がこういうオプションもあった、ああいうオプションもあった、ああいうオプションいくつか出しているけれども、みんな同じことを狙っているわけだけど、その因果にとらわれない、ただ今のその自分、例えばもう一つのオプション、道元禅師はそこに書いてないけど、もしそこでもう頼むから殺さないでくれ、頼むから殺さないでくれ、代わりにもう私を殺してもいいから、あの猫だけは許してくれ、そういうオプションもあったし、その何でもよかったわけです、何でもいい、で大衆がどんな答え方をしようが、それを聞いた南仙は何をやったっていい、何も何も言えないのに猫を手放してもよかったし、殺したから悪いというわけでもないけれども、自由、こういう因があったからこういう果を出さなくちゃいけないというものはない、ただ今こここの自分をやるしかしょうがない、それこそたわいこれ我にあらず、で上主はそれをやっているわけ、そのわらじに特別に意味があったわけではないし、わらじを頭に乗せる行為でどこか行くという何かを違うものを表しているわけじゃなくて、ただ因とか、まあ、歴然として表している、それだけ。
他に何をやったってよかった、でんぐり返しをやってもよかったし、何かをありがたげな話をすればよかったかもしれないけれども、上司は上司なりにわらじを頭に乗せて、そうかと。それ自体には意味がない。他にはありませんか。その、はい、まあ、その人のその今、まあ、何をしてもいいと答えはだったんですけど、それも仏の命だからっていうことですね。なんか、うん、もちろんその責任はあるわけです。何をしたっていいから、要するに責任がないというか、その私が何をやっても仏がやったこと、やったことになるわけだから、うんうん、私に責任がないとかそういうことはない。だけど要するに そこで上主がわらじを頭に乗せなかったらダメだったというわけはない。他にもいくらでもその道元禅師がやってるようなやつ何でも、よかったわけです。要するに問題はそもそも何が問題だったかというと、雲水たちは自分をおろそかにしている、自分の足元が見えてない、いつも心はあっち行ったりこっち行ったり、あの猫ちゃん、あの犬、ワンちゃんとかに行っているわけ、上主がわらじを頭に乗せた時はもうその行為になりきっているわけですね。特に意味はないけれどね、他に何をやったってよかったけれども、何をやってもよかったけれども、うん、そこでまあ自分をやっている。だから道元禅師は黙ってもよかったという、本当に何も言うことはない、どうぞあの猫を切ってください、それでもいいんだと。でもあの雲水たちは、ああ、いや、どうしようどうしようどうしよう、うん、みんな隣の人を見て、お前がなんかとかなんか、そこにいないわけです。自分の命を生かしてない。とまあ今で言えばそのスマホばっかりで、Facebook だの、Twitter とか、そこに自分の心を行ってしまってて、今ここにはいない。座禅して三昧に入っているというけれども、しかるべきには鐘が鳴ってないとか、いやそれでもいいんだけれども、何かその何かが抜けている。でそのわらじを頭に乗せるということで、その抜けている、多くの人の場合は抜けているものはそれを表しているわけですね。そう、私が前からずっと、まあ、例えばその人殺しをする人、ええ、法律を犯してというか、まあ、人殺しをする人、うんうん、まあ、人殺しは悪いことだけど、悪いことだけど、それをやって しまわざるを得ないというか、その人、うん、なんていうか、うん、私たち、全ての人がその、まあまあ、それこそ内山老師の言葉では、どっちに どう転んでも仏の大命の中で生かされているわけで、うんうんうん、その中でもうそういう、人殺しをしなきゃいけない人も、うんうんうん、もちろん人を立派に助けれるその菩薩のような生き方を、何はなくても人殺しをせざるを得ない人生を追う人もあれば、うん、何をしなくてももう人から慕われて、うん、こう、まあ、素晴らしい生き方をしている人もある、うん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 、ところで、まあ、私が少し思ったのは、その、まあ、そこでその宗教 の意味があるっていうか、もちろんそれは良くないことをし、人殺し良くないことをしたんだけど、そこに気づけば、うん、気づいてそれこそ本当に大事なものは何なのかっていう、
まあ、心からまあ反省もするけれど、ただ反省をしただけでは、うん、なんかまた同じことを繰り返す、うんうんうん、でそこから一歩出て、そのそれこそ内山老師の言葉で言えば、なんか自己にもうどっしり座り込むというか、その、まあ、確信するというか、自分自身が自分自身であれば、それでいいというか、そのままで、いうことを確信することがまた大事っていうことのようにも、まあまあ、ここ今道長さんが話された中で、うん、そういうことにも関連している、まあ、キリスト教の場合も懺悔してイエス・キリストのみが我が救い主だと信じれば誰でも救われると言われるんですけれども、キリスト教は、まあ、どちらかといえば死んだら地獄と天国と悪人善人が振り分けられるというところが強い。で仏教の場合はまあ、いろんな仏教はあるんでしょうけれども、特に例えば過去に関して言えば、過去のことはもう変えられないわけですから、それはもう全部三が大地じゃないけど全部仏の風景なわけですね。どんな人を殺した者の人生であっても、どんなマザー・テレサみたいな人でも全部同じようにもう仏の命を生きてきたわけですね。ただそれを下手に解釈すると、じゃあこれから何やったっていいじゃないか、歯止めが効かない。この歯止めの話がそこで、なんていう言葉だったかな、何か欲しいものかなんかという言葉出てきたけれども、やはり、何でもいいやじゃなくて、過去のことは変えることはできないけれども、それははっきりと歴任として見た上で、じゃあ今何をするか。で、それが大事。それが大事であって、いくら昨日までいいことをしたって、悪いことをしたのをくよくよしたって、それより今何をするか。でまあ、道元禅師に言わしたら、それは絶対にいいことをしなくちゃいけないということになるんだろう。親鸞さんはそう言わないかもしれないけども、絶対に今ここではいいことをする、正しいことをしなくちゃいけない。でも私にはそれができる自信がないという人がいれば、じゃあまずやってみなさい。で失敗したら反省してまたやり直せばいいから、できないかもしれない、できなくたって滑ったって転んだっていいから、とにかく今はやってみなさい。できるかできないかわからないけれども、なるべく正しいこと、何が正しいか分からない場合もあるけど、大概の場合は自分では大概分かっている。分かっててもできない場合はある。だったら、それに気づいて、次はできるようにすればいいじゃないかというのは、多分できなかったから、ああ、もうダメ、俺はなんとダメなやつじゃない。できなかったら気づいて懺悔したら症状なりと、未熟と同じべからずというわけですから、そんなことを考えたこともない、自分の生き方いかにあるべきかを考えたこともない人よりも、考えて失敗して反省している人の方がよっぽどマシだというのは、まあ道元禅師の考え方ですね。まあ今まで考えたこともないし、もちろん仏の命を生きているわけですから、まだ気づきも芽生えてもいない、芽生えてもいない。それも仏の御命の中の
風景なんですけども、うん、一つ、はい、あの具体的なあれで、ええ、よくタイガさんいろいろパンクさせて、ええ、いろいろ道長さんが怒られたりしてたんですけど、うんうん、私その彼が道長さんがそう言われるのと彼の行動と、うん、まあ、見ててなぜそうなのかなってずっと考えてたんですけど、うんうんうん、ふと思うのはだからそこなのかな、何かが起こってその対処が いかなる対処かっていうことがもちろん謝って申し訳ないって思う気持ちはすごくあるのは分かるし、うん、そうなんですけど、それまあ必要なんですけど、ただごめんなさいで終わらせて、うん、じゃあごめんなさいって言えば全て許されるんですかっていう話に私は なるんじゃないかと思う。だから何か自分が失敗した時にはじゃあそれをどう対処するかっていうことが一番重要なのかなと思いながら見てたのは、うんうん、なんかその今の そういう話となんかつながるような気がするんですけど、うん、道長さんのそのタイガさんに対する意図は どうなんですか本当のところは。まあ、それはタイガさんだけじゃない、まあ、私たちに指導される場合もそうなんですけど、まあ、あのその天祖教訓と同じ永平審議にある知事審議の一番最初には何だの話が出てくるんじゃないですか。私たちから見ててもこんなどうしようもないやつが修行したって、うん、仏弟子としては務まらないじゃないかと、卓抜の留守番役すら務まらないやつが、修行のあり方、悟りのあり方、全くわからないやつを道元禅師が、道元禅師ではなくてお釈迦様が、時間をかけて、教えているとか、首里判読の有名な話があっても、お経が溺れれないから、まあ、掃き掃除だけできる人とか、という話がお経にしょっちゅう出てくるわけですね。ですから、それは、まあ、自分が読んでいると、あ、自分もそうかもしれないという、まあ、励みもなる、こういう自分なんだけれども、首里判読が悟れたならば自分もできるという、教えでもあるし、またそういう人、いや、この人はごめんなさいと言うけれども反省してないんじゃないかと、冬の勉強の期間も音楽を聴いたりなんか漫画を読んだりするけれども修行者たちと一緒に暮らして全然修行しているようには見えないという人いますよね、安泰寺にも。それでもいいと思わないし、なんとかこちらが指導者として、うん、方向を示さないといけないと思うけれども、まあ、正直言って、いや、よくわからないけれども、まあ、ここに一緒に暮らすことにおいて、いつか何らかの形で何かの気づきを持つ、あるいは安泰寺を出た後でも、それがなんか安泰寺で、しとくた種がようやく10年後に芽生えることもあるかもしれない、来世があるかどうかわからないけれども、多分来世の話が出てくるのもそのいくらなんでもその今世救えない人が多すぎるわけだから、まあ希望としてはせめて来世再来世、うん、仏の教えの種を芽生えてほしいという、そういう希望を持たないとなかなか教えることができない、安泰寺もそうだし、まあ、どこでもそうだと思うけれども、だから私も、あ、この人だったらこういう解き方をしたらすぐ理解してくれて進歩するというのは残念ながらないんだよね、多くの場合は。いや、よくわからないけれども、まあ、うん、すいませんと言われたら、まあ、じゃあ次からはもう少し気をつけてと言うしかしょうがない。で、次のことが起きたら、わからない。かといって、その人を殺したことですら、やたら破門してはいけないと書いてあるわけですから、車をパンクさせたぐらいでもう出ていけというわけにもいかないし、かといって、安泰寺だと、まあ、失敗で、
自分も怪我し人を怪我さすわけですから、ボイラーのことだって、ここの釜田のことだって、ストーブのことだって、みんな命取りになる場合もあるので、うん、あまり軽く考えすぎるのも良くない。そこがなかなか難しい、私にとって厳しいこと。そのここで一緒に3年一緒にやりたいというならば誰でも、うん、受け入れたいけれども、いや本人にとっても安泰寺にとっても意味があるんだろうかと思う時は正直言って私だってあるんですね。これは早く出てもらった方は安泰寺にとっても本人にとってもいいんじゃないかと思ったりする場合ありますね。What does Dogen mean by saying Buddha's action and criminal action are sacred, yet able to cure in the same action, in one action? What does it say in your translation? Buddha's action and the criminal action are sacred, yet they both occur in one action. They both occur in one action, yeah. In the text that I read today in the Japanese, it's they are separate, but you don't see. It's kind of it's different for some reason. The Japanese text and the English translation, they differ. I don't know why that is, but it's basically what he's saying there is that killing the cat, when Nansen is killing the cat, well, first he says, well, I would have done something else, and he explains what he would have done. But then he still insists, when Nansen is killing the cat, he's acting as a Buddhist patriarch. It's the action of Buddha. And his student, Ezo, is asking him, well, if that's the case, how shall we call it? If it's a Buddha action, how shall we call it? And Dogen says, call it killing the cat. It's basically, it's that action. It's not something different. Just because a Buddha is doing it, even if Nansen was doing it as a Buddha or the Bodhisattva, it doesn't change the fact that he's killing a cat. And then Ezo asks, what is it in English? Is it sin? Or what's the English word? Yes. Is it a sin? It's a crime. Is it a crime? So they try to avoid kind of Christian vocabulary here, I guess. But is it a crime? And Dogen Senshi says, yes, it is a crime. But then there's the fact, well, how can something that's done by a bodhisattva be a crime at the same time? And Dogen Senshi says, well, it's both at the same time, but it's not that you see the crime here and then the bodhisattva would be on the other side. This occurs in the same action, but it's not the same. Because it's not the same, Dogen Zenji says, if it would have been me, I would have looked for a different option. If I would have been Nansen, I would have said this. If I would have been one of the monks, I would have said that. But a bodhisattva also sometimes commits a crime. But because it's separate, he also has to take responsibility for the crime. So at the end of the section, he's talking about something which is more kind of bodhisattva-like, but would still be a crime. Like there's this example of somebody who has done one of the seven grave crimes. Like one of that would be you kill your parents. And in Buddhism, when you kill your parents, you're excommunicated from the Buddhist order and you're never allowed to become a monk again for the rest of your life. And Ezo says, well, it says here that even the seven grave crimes should be repented. And Dogen Zenji says, of course they should be repented. If they're repented, you're clean again. It's even better if you repent a crime than you never take the precepts. If you don't take the precepts, you cannot break the precepts, so you cannot be accused of a crime. But still, he says, it's better to take the precepts, break the precepts, and then repent.
than never to take the precepts. Then Ezra says, well, is that also the case if you kill your parents? And Dogen Zenji says, yes, even in the case somebody kills their parents and they repent, they should be allowed to take the precepts again, which is a contradiction to what it says in the precepts. It says in the precepts, if you break the precepts once, you cannot take them again. So what happens is that the person who gives the precepts to the person who has broken the precept and killed their parents and now says he wants to take them again, if you give them the precepts, you're breaking the precepts yourself, the person, because he's not supposed to give them the precepts. And Dogen Zenji says, still, you should do it, but it's a crime. So that's the point. You do this as a bodhisattva. You do it for the other person. You do it because you know they repent. You're not supposed to do it, but you do it as a bodhisattva, but it is a crime. That means it's the same action. When you kill the cat, it's the same. You're committing a crime there. You commit it for these guys, for them to wake up, to... like it's the same with Candy. Maya is your caller, the dog we have. So everybody is kind of Maya, which is nice, but you forget about your own practice. And so it's a Maya here. She's so cute. So I bring Maya here and say, if you can not in one word tell me what the Buddha's teaching is about, I kill Maya. And nobody can say anything. I kill her. It's a crime. It's a crime, but I do it to wake you up. Nansen does it. He kills the cat to wake you up. So he does it as a bodhisattva, but he has to take the responsibility. And in the case of the guy who ordinates somebody who's a murderer, who murders his parents, he's committing a crime himself by giving the precepts to this guy. So what's going to happen? Well, it could be that he falls into hell, the guy who gives him the precepts. He hasn't killed anybody. He gives the precepts. He's falling to hell. But it doesn't change the fact he's a bodhisattva. Doesn't mean that every bad action is the same as a Buddha's action, but it occurs in the same action, but only because you do it with a kind mind, you do it to help others, doesn't mean that you don't have to take responsibility for what you do. So that's what I think he means, that the criminal action and the bodhisattva aspect, those are two different, completely different aspects, but it's the same action. It's two aspects of the same action. But because it's not the same, Dogen Zenji would say, if you can avoid it, you should avoid it. But if for some reason you cannot avoid it, well, then go ahead, but take responsibility. Silence was not an answer to Nansen. Oh, and silence would also have been an answer if people there would have been really silent. Like, I think that's one of the answers that Dogen Zenji himself proposes. Like, if I would have been here, I would have said, I have nothing to say. Please go ahead and kill the cat. I have nothing to say. But probably the silence of the monk was more kind of, does anybody have an idea there? What shall we do? What shall we do? And maybe we can look on the internet. Maybe there's a good answer on the internet. They were not really silent. If they would have been, please go ahead. I mean, it's up to you. If you want to kill the cats, go kill the cat. You can't make us talk. I won't say a word. Then Nansen would have been impressed, but it was kind of more like this. I don't know, what am I supposed to, is he talking to me? This cannot be not about me. There are so many other people. Please, one of you say something. Ani wa
Butsu Dōmu